メリーパンジャンドラム、今年も4月1日がやってきた。こんにちん作戦、解説のさぎりだぞ。ハッピー竹槍、フォーエバー竹槍、竹槍は切られてもやはり元の竹。こんばんは、聞く方の綾野だよ。さてさて、毎年恒例となりつつあるエイプリルフール動画だが、今回は少し思考を変えたネタをやっていくぞ。体調と時間が許してネタのストックがあるうちはエイプリルフール動画作るってうぷ主が言ってたよ。というわけでネタの内容だが、エイプリルフールといえば嘘、ということで、まことしやかに囁かれるミリタリー小話の嘘を一つ暴いてやろうと思ってるぞ。とはいえ、結局は個人で作ってるものだから、多少の間違いは勘弁してね。なんせ資料によって言ってることが微妙に違うもんだからな、独自解釈や脚色もあるのはどうか理解してほしい。まあどうせ途中までは嘘の話だから気楽に楽しんでってことで。では、早速その小話を語っていくとしよう。朗読風になるのはご勘弁だ。飲み物とポップコーンをご用意ください。あ、私は基本静かにしてるね。これは欧州戦線での話。1943年6月4日のこと。この日シチリアのパンテア島を爆撃した米国陸軍航空隊の B-17 ポニー数号は作戦行動中に手ひどく被弾し、エンジンが2機停止するほどの損傷を受けていた。速度が出ずに味方から置き去りにされる中、パイロットのハロルド・フィッシャー中尉はなんとか機体を基地まで飛ばそうと奮闘していた。そこに突如、機銃士から戦闘機発見との一報が入り、機内には緊張が走った。しかし、その機体のシルエットは非常に特徴的な P-38 のもので、乗員たちは安堵するとともに護衛が期待できることを喜んだ。そこでフィッシャー中尉は無線で基地までの護衛を要請すると、快い了承の返事とともに P-38 は航上砲に遷移して護衛体制に入った。しかし次の瞬間、轟音とともにポニー数号は激しい振動に包まれ、海面へ向けて降下を開始した。混乱と驚愕の最中、フィッシャー中尉が見たものは、機銃を静射しながらこちらに迫ってくる P-38 の姿だった。そして機体は海面に叩きつけられ、フィッシャー中尉一人を除いてクルーは戦死してしまった。その後幸運にも救助され、ただ一人生還して基地に戻ったフィッシャー中尉は当然この誤射を上官に報告する。しかしその報告を耳にした戦闘機乗りたちは大激怒し、爆撃機乗りたちと一触即発の状況になってしまった。最終的に事態を重く見た情報部が調査に乗り出すと、意外な事実が判明する。実は誤射事件の数週間前、一機の P-38 がイタリアのサルディニア地方に不時着し、イタリア軍に露獲されていたのだ。これだけならありえない話ではないのだが、問題はその後だ。なんとグイドロッシ中尉というイタリアの戦闘機乗りがムッソリーニに直訴し、露獲機をマーキングもそのままにもらい受け、米軍機になりすまして米爆撃機を狙う作戦を実行していたのだ。またこの情報により、フィッシャー機の前に落後した数機の B-17 が撃墜されていたことも判明した。これらの機体は生存者を残すことなく海の木図となり果てていたため、事態が発覚するのに時間がかかってしまったのだ。こうしてフィッシャー中尉の証言が事実であったことが判明し、晴れて戦闘機乗りと爆撃機乗りとのわだかまりは解消した。しかし、相手とクルーを失ったフィッシャー中尉の怒りは収まらず、仇を討とうと上官にある作戦を立案する。その作戦は、B-17 を改造した編隊援護機 YB-40 をおとりとして飛ばし、攻撃しに来た路角 P-38 を返り討ちにしようというものだった。本来の目的である B-17 の護衛には不向きとされた YB-40 だったが、シルエットが B-17 に似ていることから騙し討ちに使えるのではないかと考えたのだ。おお、意趣返しだ。さて話の途中だが、一旦ここで YB-40 がどういった機体なのか説明しよう。こいつは当時長距離を飛行する爆撃機を護衛できる戦闘機がいなかったため、爆装を捨てた B-17 に機銃を増設して随伴機を護衛しようという目的で作られた編隊援護機だ。初めて聞く分類だ。まあ4発の長距離護衛戦闘機みたいなもんだと思ってくれればいいと思うぞ。ダメそう。それな。とはいえ機銃の搭載数だけは目を見張るものがあり、合計14挺もの 12.7mm 機関銃を積んでいたぞ。あ、銃座の位置は画像を見てくれ。戦いは数だよ兄貴。が、調子に乗っていろいろつけすぎたためか全備重量にして10トン近く重くなっており、ついでに空気抵抗も増えたため護衛対象の B-17 についていけなくなるという手たらくだったんだ。速さが足りなかったか。唯一機種下の銃座、通称チンターレットだけは有用だったらしく、これだけはフィードバックされて B-17 の後期型に採用されたらしい。得るものがあってよかったね。ちなみにチンターレットは日本語にするならアゴ銃刀ってとこだな。チンターレット、なぜか親近感を感じる名前だ。さて、お話に戻ろう。
こうして YB40 に乗り込んだフィッシャー中尉は落語機のふりをして獲物が餌に食いつくのを待っていたのだが、そう思い通りにことは運ばず数週間が経過してしまった。その間にも味方の落語機は次々と敵の毒牙にかかり、フィッシャー中尉は苛立ちを募らせていった。そんなある日、情報部がさらなる情報を入手した。それは、ロッシ中尉の妻子が連合軍の占領したコンスタンティンに居住している。との情報で、それを聞いたフィッシャー中尉は早速ロッシの妻、ジーナの元を訪ねた。そして一通りの情報を得た後、帰還したフィッシャー中尉は自分の機体に黒髪の美女のノーズアートを描かせ、その下に大きくジーナと書き入れさせた。そしてほどなく次の出撃に飛び立つと、落語機を装っていたところを本物の敵機である BF109 に襲われてしまい、どうにか逃げ延びたもののエンジンに機を破壊されるという大きな損傷を受けてしまったのだ。これでは増備した機銃も機関のために道中で投棄せざるを得ないという状況だったが、その時視界の端に片方のエンジンを停止した P38 が現れる。そして無線越しに流暢な英語で一緒に基地へ帰投したいと申し入れてきたのだ。これまで空振りを繰り返してきたフィッシャー中尉は、今回も味方と判断して機銃の投棄を命じた。ところが寄り添ってきた P38 のパイロットがフィッシャー機のノーズアートを認めるや、ジーナ、良い名前だ。コンスタンティン出身かね？と呼びかけてきたのだ。間違いない、ロッシだ。そう直感したフィッシャー中尉は立然とするとすぐに機銃投棄の中止を命じたが、すでに側面銃座の機銃は捨てられてしまっていた。そこでフィッシャー中尉はコンスタンティンでのジーナという人妻との仰せの話をでっち上げ、無線の向こうの相手に延々と聞かせてやったのだ。すると相手は猛烈な怒りをあらわにし、何かをわめき散らしながらエンジンを再起動し、機体を翻すと B17 の正面から攻撃を仕掛けてきた。なぜ正面から？ G 型より前の B17 ではさっき言ったチンターレットがなかったから、正面からの攻撃に比較的脆弱だったんだ。なるほどなぁ。しかしフィッシャー中尉はこれを予想しており、機銃手に正面を照準するよう指示していた。そして火を吹いた YB40 の機種下方銃座に驚いたロッシ中尉は情報に回避、その結果 P38 は情報銃座のキルゾーンに飛び込む形となってしまった。この機を逃さず一斉に火を吹いた YB40 の機銃はその集中射撃で P38 の補助翼を吹き飛ばし、エンジンからは火が吹き出した。しかしロッシ中尉は諦めず、反転してフィッシャー機に体当たりを試みた。しかしそれは叶わず、損傷した機体は緩やかに降下していった。辛くも不時着水したロッシ中尉は P38 の主翼の上に立ち上がり、拳を振り上げて挑発していたそうだ。それを見たクルーは機銃掃射を提案するがフィッシャー中尉はそんなクルーをいさめ、それどころか救難隊にロッシの位置を通報してやったのだ。こうして米爆撃隊を悩ませた路角 P38 を退治したフィッシャー中尉らの働きは大いに評価され、作戦後フィッシャー中尉には主勲飛行従事章が、その他の乗員にも主勲章が授与された。その後フィッシャー中尉は終戦までを無事に過ごしたものの、残念ながら数年後、冷戦下のベルリンへの空輸作戦中の事故で亡くなってしまった。その葬儀の参列者には、かつてフィッシャー中尉の通報で駆けつけた救難隊に救われたロッシ中尉の姿もあったそうだ。という、事実にしては出来すぎた物語が今回のターゲットだ。まあ読み物としてはそこそこ面白いよね。ああ、新兵器も活躍してるしな。さて結論から言うとこの物語、実は戦後になってから、後に SF 作家として知られるマーティン・ケイディンをはじめとした何人かの作家がメンズ、アドベンチャーという雑誌で紹介したものだとされているぞ。されている？さすがに原本は手に入らなくて。まあ、そやね。というわけでなかなか突っ込みどころは多くて、まずなんでイタリア人のロッシ中尉が都合よくなまりのない流暢な英語喋ってんだとか、B17 には専属の無線手がいるのに、なんでパイロットのフィッシャー中尉が P38 と無線通信してんだとか、路角兵器の国籍マークや塗装を敵国のもののまま使うことは立派な戦時国際法違反だぞとか、そんな路角 P38 がいるってわかったら、警戒させるなり塗装を変えるなりするだろうとかとか、なんで一回の注意でしかないフィッシャー中尉が YB40 の存在を知ってて、作戦を立案したりロッシの嫁のところに行ったりしてんだとか、大体 YB40 はそういう使い方するもんじゃないなどなど、挙げていけばキリがないぞ。もうやめてあげて。また決定的な証拠として YB40 がイタリア上空に出撃した記録がないこととベルリン空輸の犠牲者名簿にハロルド、フィッシャーなる人物の名前は存在しないことが挙げられるぞ。あえてとどめを刺していくスタイル。ただし1943年にとある B17 が、枢軸側に路角された P38 によって地中海上空で撃墜されたという部分だけは本当で、その機体の名称はボニースーだったそうだ。どこかでボニーがボニーになっちゃったんだね。ゲッペルスとゲッペルスみたいなもんだな。やめろ、どっちかわかんなくなる。
しかし撃墜されたのは6月4日ではなく8月11日で、撃墜した P-38 の塗装もイタリアのものだったぞ。戦時国際法を遵守する軍人の鏡。また乗員の名前はアルバート・フェンゼル、ボブ・フォレット、マーティン・ポーラー、ロッドマン・ロビンソン、ボブ・ケネディ、ビル・カミングス、リッチ・ジェイムソン、ピート・ロベック、ジャック・レッドフォードであり、ハロルド・フィッシャーなる人物は登場していない。また救出された人数も3人であり、これもフィッシャー1人だけが生還したというエピソードに反するな。さらに旅客 P-38 を操縦していたパイロットの名前もグイド・ロッシではなくアンジェロ・トンビだったそうだ。もうガバガバじゃねえか。また主君飛行従事賞の受賞者のデータベースにもハロルド・フィッシャーという名前は存在しないそうだ。この容赦ない追い打ちである。というわけで、まあこの話は嘘だと断定して良いと思うぞ。嘘を嘘と見抜けないとなんとやら。さて、今回はここまで。ちょっと雰囲気を変えたエイプリルフール動画、いかがだったかな？フィクションはフィクション、リアルはリアル。それを理解した上で楽しむことが大切なのだ。では、また別の動画でお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。